ドドンスター始まりました。ソーチャンネルということで、今回は今週の乃木坂工事中を振り返る第4回やっていきたいと思います。はい、ということで今週の乃木坂工事中は4期生売り込み賞の第2週目ということで、4人のね4期生が紹介されたので、まずはその4人の印象なんかを語っていけたらなと思います。はい、まず最初に紹介されたのが遠藤さくらちゃんで、僕結構前の動画で言ってるんですけども、4期生の中で、遠藤さくらちゃんが写真とか出し見た感じで一番いいかなって思ってたんですけど、今回の乃木坂工事中で4期生のね推しになることが決定しました。めちゃめちゃまず可愛い、全員もちろん可愛いんですけど、まあ、その中でも、僕の中では一番ね可愛かったなと思います。で、あとは実家が蕎麦屋っていうことで、バナナマンの2人が食べててめちゃめちゃ食べたくなった。あの時間に食べ物をめっちゃ美味しそうに食べてるの見るとめちゃくちゃ食べたくなる。なんでまあいつか行ってみたいなと思いました。あと特技がクラリネットということで、クラリネットを使った自己紹介をね、やってたんですけど、僕全然わかんなくて、最初に好きな食べ物みたらし団子だったじゃないですか、正解が。でその前にカズミンがローストビーフって言ったんですよ。もうそのローストビーフを聞いてから、もうローストビーフにしか聞こえないんですよ、本当に。ローストビーフっていう、もうねそれにしか聞こえなくなっちゃって全然ダメで、唯一分かったのがシャイニャンのヒントの辛いっていうのだけ唯一分かったんですけど、皆さんはどうだったでしょうか。結構あれ難しかったですよね。はい、続いて2人目に紹介されたのが筒井あやめちゃんということで、あやめちゃんはグループの中で最年少ということで、書道がね得意らしくて、実際に書道を使って質問に答えるっていうのをねやってたんですけども、いや漢字ないんかいってね。1個目が英語で2個目がカタカナということで、まあでもあの英語とカタカナだけでもめちゃめちゃうまいのがね伝わってきましたね。あとは編み物が趣味か特技だったかなってらしくて、めっちゃすごかったですよね。バッグとか普通に作ってたりして、で日村さんにも実際に帽子、作ってきてたと思うんですけど、僕にも作ってください。はい、続いて3人目に紹介されたのが神奈川さやちゃんということで、この神奈川さやちゃんはバスケをね6年間やってたので、実際にアスカちゃんとミナミがディフェンスで、神奈川さやちゃんが冷める神奈川さやちゃんが攻めるっていうのね、やってたんですけど、めっちゃうまいやつやん、ガチでやってたやつやんっていう、それぐらいうまかったですね。はい、あとは早口言葉が苦手ということで、早口言葉ねやってたんですけど、まずみなみんの早口言葉すごすぎない？あんだけ言えるのめちゃめちゃすごいと思ったんですけど、あとはね神奈川さやちゃんはこの巣は少し巣が効きすぎたっていうのを、この巣は巣が効きすぎたっていう風にね省略しちゃうっていう、あれいいですよね、めっちゃ面白かった。まあ、今後もなんかね早口言葉やるときはね省略しちゃってほしいなって思いました。はい、続いてラスト4人目に紹介されたのが北川ゆりちゃんで、この北川ゆりちゃんは2歳までと小学2年生から5年生まで、アメリカにね住んでたということで、めちゃめちゃ英語やばかった。発音とかもガチのやつやんって思ったんですけど、僕もめちゃめちゃ発音よく言えると思うんで、ちょっとやってみていいですか。あ、で言うのは My favorite food is tomatoes but I also like bread っていうの、これを言います。アムロ行きます。 My favorite food is tomatoes but I also like bread。はい、ということでね、ここまで4期生の、印象とか話していったんですけど、もちろん4期生面白かったしすごく可愛かったんですけども、それ以外の先輩メンバーの面白いシーンたくさんありましたね。まず我が推しのアスカちゃんなんですけど、神奈川さやちゃんに嘘だねしか言わせないやつで、久々にね多い頃アスカ出ましたし、あとはバスケですよね。ドリブルシュートの最初の構えが前やってた時とめちゃめちゃ同じっていう、勢いはめっちゃあるっていうね、この感じめちゃくちゃ最高です。ぜひまた3回目やってほしいです。あとはミオナとマーヤのね通訳めちゃくちゃ面白かった。北川優ちゃんの英語で自己紹介する、あの僕もねさっき言った My favorite is food but I also like bread っていうこの通訳をね、ミオナとマーヤしてたんですけど、まずミオナは私の名前はパライオって名前ですっていう風に通訳したんですけど、多分そのトメイトがメイドで、バトアイオールソがパライオみたいな、感じかなと思ったんですけど、でマーヤはね私の好きな食べ物はヒューマンですっていう、めちゃめちゃもう
面白すぎた。今回の乃木坂工事中で一番笑ったかもしれないですね。はい、であとは余談の余談ですよね。スティッチは左利きっていうのね、僕今回の余談の余談で、まあ、知ることができたので良かったかなと思います。あとは南の設楽さんに対しての無言の圧力だったりとか、あとはやっぱりバナナマンの2人が面白すぎるっていう、設楽さんも日村さんも両方ね面白いし、2人の関係性っていうのもめちゃくちゃいいなと改めて思いました。はい、ということで、最後にですね、今週の個人的乃木坂工事中 MVP を発表したいなと思います。今週の乃木坂工事中 MVP は遠藤さくらちゃんです。おめでとうございます。はい、ということで4期生の中の推しが決定したという、ことでめっちゃ可愛かったので、今回は遠藤さくらちゃんにさせてもらいました。ぜひ皆さんの今週の乃木坂工事中の MVP だったりとか、面白かったシーンあったらですね、コメント欄に書き込んでみてください。はい、ということでこの動画少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ウォウ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 、さよなら。